現在塩をまいているのは食べログの篠田隼人さん。前回秋田の夕日、第15回歴史はそうですね、私が聞いたのは江戸時代ぐらいからやってるっていうのは聞きましたね。きっかけ、農耕用で飼ってて、それが娯楽になって闘牛文化が、ね、始まったんじゃないですかね。場内を清めてから取り組みを発表して手叩いて決定したんで、それからもうその順番にですかね。ルールは一応引き分けを前提にやってるんで、牛が最高潮になったところで引き分けるっていう原則。やっぱり勝負つけちゃうと次も喧嘩しなくなったりするんで、あと一番大事なのは牛を家族と同じように可愛がってるんで、これは勝負つけないで最高潮の時に引き分けるっていうのが一応前提になってます。最初に牛を分けるときはこう足をかけるセコがいて、こう鼻を取りに行くセコがいて、あと足を引っ張るセコがいる。それで大体1グループになる。10人から15人ぐらいを1チームぐらいで話すみたいな。セコ長が合図して足がかかったら自分たちももうこう鼻を取りに行くっていう、お互いのタイミングですよね、相手との。それもあうんの呼吸で大体慣れてくるとできるようになるんです。やっぱり牛が喧嘩してるところもそうですし、引っ掛ける時のセコの勇敢さですかね、そういうところを一応着目して見てもらいたいかなと思います。次の時代に今度自分たちの世代が角突きの文化をまたこうバトンを渡さなきゃいけないんで、守っていって、今牛飼ってないうちの子でもね、興味持ってもらって大きくなったらセコになるっていう子がいればいいんですけどね。愛情を込めて育つ。横綱の牛になってほしいな。セコやってみたいです。戦い方というのは非常にこの年を取ってくると重要な一番です、はい、よっしゃーい。本来であればですね、この見合いがあるかと思います。ただ6歳の若い牛、スルーした。さあさあさあ、どうだ。さあ曲で OK さん、ありました。さあ、ここでセコッと手が上がりました。そろい！さあ、そしてセコがですね、こすりつけて、こうやって掘る、ママ掘りといいますか。よいしょ！よいしょ！素晴らしい。